こんにちは。こんにちは。口の入れゼロ。こんにちは。今日ショールームやる予感してて待ってたって、ありがとうございます。やりましたよ。イエーイ。見てここやばくない？2期できたの。悲しい。はじめまして声が今ちょっと一人で誰もいないんですよということでご飯を食べましょう。え、通知こんかった。え、本当？そう。DMM リタイアするねって、あれ待ってますよ。うん。え、上も聞こえたの？うん。だから来てんか。うん。お疲れ様です。お疲れ様です。ギーうちなんとかってこと？何弁当ですか？何だっけこれ、なんか甘いチキンみたいなやつ何語彙力やば。お疲れ様です。遊びに来たよ。コウメ頑張って、ありがとうございます。え、ちょっとやばい？いや、いけるって。あんマジすっぴんでもいけるよ。すっぴんです。言うの焦ったわ。いいね。もう高校生なの？高校生ですよ。高校1年生です。私上まで閉めようか。閉めへんか、うん、でもいいよ。何でもいいと思ってんだよ、うん、大丈夫。すっぴんでもなんとかなるから。初めてすっぴんでやるわ。行きます。行くで、うん、マジ行けるって。久しぶりやね、まだ、うん、すっぴんがいいですよって。ん？それはちょっと本当かな？こっちも始まりました。隣は誰だ？隣まなみんです。んこんにちはこんにちはこんにちは。ちゃん、こんばんは。こんばんは、こんばん、こんにちは。こんにちは。はい。ちょっと、結構久しぶりのショールームなんですけど、こんばんは。久しぶりすぎん、そうなんです。今日行く楽しみでは、モバメ返信見てましたよ。前に見られるの嬉しい、うん、ありがとうございます。ポイント頑張ってください横には船橋さんがいます。なんで船橋さんの？覚えてる？最初のリレー配信の時に、まなみんたら船香ですかっていう質問に、船香ですよって言ってた、うん、言った。そうなんです。船橋さんがいて、今何部到着したって。え、本当ですか？人多いですか今？そうです。あの、今日は人は多いかな。メイク前に隣誰って。隣まなみんです。二平まなみです。ちょっと今かなりね。こんにちは。みんなんですけど、船橋さん、船橋さんです。こんにちは、こんにちは。ゆかちゃんさんは、あの、あ、ありがとうございます。レイポンにも、嬉しいです。そうやって今日はゆかちゃん来るよみたいな、あの言ってくれて、そのイベントを知ってるよ。私のことを応援してくださる方が増えて橋本環奈ちゃんのドラマ楽しみ、楽しみです。普通にもともと顔面が好きなので。そういえば、あの顔面はる、あなんか喋りが下手なって、ずっと失礼します。うん、来る？うん。え、でもこっち行ったらな、あれ映んねん。あ、だからここは本当やね。あそこに座るわ何やったっけ、何しとったんや。あの、はい、普通に行ってました。
こんにちは。ふなかなんですね。あ、やばい。ふなかって言われちゃった。ちゃうよ。ふなかかどうかは。めっちゃ仲良し。仲良しです。さっきもうな、一緒にな、ご飯を食べるのをまだが眺めてたよ。うん、めっちゃ気まずかった。みほもみさらのモノマネが上手と伺っております。オールスター感謝祭の橋本環奈ちゃんよかった。いや、それ見ました。めちゃめちゃ良かったですよね。可愛くて、可愛い、可愛かったです。あの喜び方とかも、あの何ですか、あの真ん中に向けて指さすところのとこで、絶対必ずみさらちゃんと目が合うんですけど、なんかそこの真ん目線の唇いるのマジないの。多分ね。やんば。まあ、いつか本当にいつか。やだな、声好きって本当ですか。私声すごい自分嫌いなんですよ。見つけます。青と白です。本当にそう、青と白です。でテロップつけてる人、つけてる人なんてつけようかな。15分するよって。あ、なるほどね。かなり薄めですね。かわいい。メイクです。今はメイクじゃなくてセッティング。やっぱやっぱ。でも可愛い。ありがとうございます。ありがとうございます。メイク薄いからさ。そう、あんまり変わらないと思う。あんまりゴリゴリにしてるわけじゃないので、うん、ゆきのんは、ゆきのんはどっか行ってます、うん、ご飯食べてる。あ、そうや、ね、ゆきのんはご飯食べてます。久しぶりに劇場で見れるの楽しみ。そうですね、あの前の結構急遽は低い子多いよね。あ、そうやな、こういう低い子多いわ。あの公演は出れなかったので10日ぶり？遅いよや。そうかも。何日ぶりやもん。うん、10日、10日。10日？うん、10日ぶりです。でも10日ぶりやもん。1日以来よ。船橋も10日ぶりです。うん、生誕祭以来。あ、そっか。うん、あの涙の生誕祭。あれは感動したい。よかったもん。かわいいね。かわいい。うっ今日はちょっとテンションが落ち着いてます。公園を入れてる。え、今誰やってる？メイク。メイク公園行くね。ありがとうございます。あ、ぜひ。ナミタの次は僕か。ペンライトは青と白で、ボールはまだミントお願いします。あ、でも無理なのか。こんにちは、こんにちは。なるほど、ありがとう。一番キンキン声は誰なのかな。ありがとうございます。キンキン声。なんか最近かわいい出てるの。かわいいわもう。時のなんか触れました。嬉しがるのが下手みたいな感じで言われます。ありがとうございます。ヒラッパーちびっこと行った時、二人に何かおごってあげた。自分のことマナっていうのかわいい。え、そう、ずっと最初の頃は私とかで隠してたんですけど、なんかその、あやみがなんか自分が持ってきたお金とちょっとあの足りんかったんやけど、なんかそれで足りんくて、なんかいいよ、なんか別にあれなんか食べたいもんとかあったら出してあげるよって言ってたんやけど、結局全然何も言ってくれんかった。あの買ってあげるよとか言ったのに、結局はお腹いっぱいって言って。買った。安心してください。お鍋取り始めたって。わ、こうやさん。いや、知ってるわ。そうなんです。返信してくれましたよね。はい、あの見ましたよ。なかなかギリギリに、多分人生で一番ギリギリに終わった気がします。今日は何曜日？火曜日か。火曜日です。センナとヘイヘイとコユリン大好きです。もちろん他メンバーも。じゃーん、ユカタンのトマト。うわ、やめろやめろ。やった。なんか食べてないの？3人慎重に、ね、食べたんかい。センナが一番高いのかな。でも多分テンナはあのポニーテールで。いや、ちょっと自己紹介してる。テンナ身長持ってるから。あ、持ってへんし。ポニーテール、うん、怒ったみたいになっちゃった。ハルミン、ごきげんよう。ごきげんよう。お腹空いたよって。食べてないんですか今ね。いいな、その三脚っていうの。いいやろ。まだもう手が痛い。ごめんなさい。オンライン撮ったから楽しみすぎるよ。え、ありがとうございます。ぜひたくさんお話ししましょう。いつか直接会いたいって。ぜひね、遊びに来てくれると嬉しいです。え、ちょ、ほんまにニキビ増えた。やっぱ見て、ここやろ。ここにもある。ここにもある。うつうつうつ。あー、なんかリップの色がマジで濡れ。やばくない？どうもないよ。やばい。最近ちょっとあのあれ何だっけ、遅く寝てるから。そうなんです。みさら
ちゃんに一回披露してもらって。睡眠全然取ってないです、やばい、ほんまに寝ないと、あの学校帰ってきてそのまま寝ちゃってみたいな、逆に夜が寝れないみたいな。なんか小さい頃、ちっちゃい頃に憧れてた学年が2番目に可愛いよ。で、うわ、まあ、いやだって2番目や、1番誰やろ、めっちゃ気になる。こう、あ、ね、1番気になります。憧れてたので、なんかちょっと高3になったのがエレーナ、2番目に可愛いよ。テナとかの今来たの、あれ同じ人、名前言おうや、一斉で言おう、一緒に言おう名前。待って、あ、行くで、待って、一斉ので、ナナさん、え、いっぱいおる、2番目いっぱいおる。あんまり普段からあんまりメイクはどこ行くしない、笑顔が可愛い、笑顔、なんか自分の笑顔があんまり、うん、いや、なんでもないです。あ、来た、2番目に可愛いよ。おい、みんな同率にいいってこと。おい、そういうことで高かぶりやね、そうなんですよね。10日前から押してます、10日前。あ、公演や、じゃあありがとうございます。ぜひ、あれ、はい、また公園に来てください。まだ見て、おー、揺れる。え、これは成績優秀ってことかな。誰が、まあ、いや、いいやろ、頭いいやん。ということです、はい、今からメイクなんて。そうですよ、今はみそらが行ってるので、みそらの次です。あ、ちゃうわ、アミタンが行ってるので、アミタンの次にメイクに行きます。別に多言語を習得してるわけでもないのに、あの、やっぱりうるさくなってきたな。そうですよ、やっぱりみんなこの時間帯いつもショールームするので、結構うるさくなりますね。スピンでもこんなに可愛いなんてすごい。いや本当にね、やばい、唇の色がね、もうないもん、もうない。爽やかですよね。いつもレイポンのとこ行ってるけど、レイね可愛いから来てみたって。ありがとうございます。ぜひこれからも来てください。レイポン可愛いよね。ポンポンってポンポンってね、でも可愛いな。レイちゃんとかみたいに、なんかあざとく言えたらいいんですけど、めっちゃ美味しいじゃん、これ。私にはまだ難しいわけです。ヘアセットはいつやんの。メイクと一緒です。メイク、いや、さっきヘアセットやって、その後にメイクみたいな。メイクさんがしてくれてます。来週末にレイニャのお話し会通ってるから楽しみ。ありがとうございます。ぜひね、2人きりでたくさんのお話をしましょう。どこで歌ってんのよ。こんにちは、お疲れ様です。お疲れ様です。レイニャ漫画チリシじゃねえ。本当ね、それあんま言われないですよ。高校どうで、高校楽しいです。友達できました。イケてんなです。できた、今日も学んでんです。友達できましたよ。今スマホの自分の頭ポンポンしてる。スマホで自分の頭ポンポンしてほしいな。山並みをしてくださいました。やった、ありがとうございます。やだ、いや本当にちょっと見切れてんの。レイポンはやばい、レイポンは本当にあざとい。あざなしてほしいな。どうしよう、テンナちゃんの次に可愛いよってきた。え、マジマジ、複雑やな。そのさっきのナナさんから複雑やな、ちょっと、みんな1番、じゃあってことは天の1番ってことで、どうしよう、で2番目やから、けど天のところに2番目で、ね、3番目じゃん。なんか争ってる。みんな1番や、みんな1番、みんな可愛いよ。聞いてほしいって来てんけど、レイナ友達作るのうまそう。いや、それがの、あの、意外と喋られへんくて、結局ずっとぼっちでこうやって椅子に座ってたら喋りかけてくれて、今仲いい子が、それで仲良くなれました。ナオショナルドラゴンさん、今からポニテか。そうですよ、レイナコールかレイポンコールか迷う。どっちもしてください。どっちもしましょう。どちらもね、して、みんな、みんなやるのは難しいんかしら。楽しみです。
よかったね、ぼっちじゃなくて。はい、まばめ来たって、ももめ来ました。今日夜も送るつもりですよ。てなところにはレイナの次に可愛いました。ありがとうございます。え、この前の公園にじさん、ちょっとじゃあ、ナナさん遊んでんな、ちょっと遊ばれてる。あ、昼夜か。うん、ちょっとゆかたんのとこ行ってくるやって。行ってらっしゃい、しろたんさん来るって。え、そう、なんか私は結構あれ、めっちゃ15分経過したの。同じクラスに結構知ってる子と友達が多くて経過しましたね。これ食べて終わろうかな。キューキーは高3は7人いるよね。え、キューキーって高37人もいんの？うん、よく 7? うん、うん、何だったっけ、6、誰だっけ、コヨリン、うん、テルナ、レオ、西ユマ、レイポン、レイポン、マノ。キューキーって高3って何人？6人。6人、じゃあ6人でした。はい、まあでも、船橋さんも多分メンタルが高3ぐらいの世界で。早くご飯食べて、やばいね、食べないで、ちょっと。でかい揚げ物。え、もうやめんの？まだメイク来ない。ナンバー向かってます。ちばちば待って、待ってます。日本語でやるんですよ。プリモリ食べて公園頑張ろう、頑張ります。高3って言ってもバレないですか？うん、普通みんな高校で点数取るじゃないですか。でも私は一番高校が悪かった。おっ、おー、やるやん。陸上到着センターって行くと入るね。ありがとうございます。見つけますね。終わろうかな。メイクがね、多分近づいてきた。ぜひぜひ、さっきからめっちゃ作りたくて。ほんまに、ぜひぜひね、なんか見てください。時計って聞いたいですけど、物理と科学ならどっち派ですか？ん、理系なん？マジで理系なん？え、理系なん？マノミン1個言っていいですか？じゃあ、でもちょっと、え、理系なん？いや、やめます、ちょっと言うのはやめます。え、絶対理系くね。あ、理系を推しにしませんし、物理と科学なら、本当に可愛すぎるって。ありがとうございます。やったー、リカちゃん、ありがとうございます。リカちゃんで名前めっちゃ可愛いですね。いらんやん、スモーク。美味しそうに食べるね、美味しそうに食べるってめっちゃ言われます。私はなんか賞味近いやんと思ってたんですけど、なかなかマナミン賢そうやって。ですね、まあ、事実です。うん、賢いと思うよ、本当に。あ、15分経過しましたね。でもまだあれか、ね、そろそろ終わろうかな。着替えたいし、着替えたいから終わろうかな。皆さんありがとうございました。名前ランキングか、読むやわ、読むよやっぱりしますね。よし、読むよ。読むよ、読んじゃうよ。13位、あ、ちょっと待ってな、ちょっと待ってな。13位がピッピッペッペさん、ありがとうございます。あれ、どこだっけ。12位がレイカさん、ありがとうございます。11位が電気ビリビリさん、ありがとうございます。10位がミョンさん、ありがとうございます。で、9位がビョンドクさん、ありがとうございます。8位がチサさん、ありがとうございます。7位がルカちゃんさん、ありがとうございます。6位がビースケさん、ありがとうございます。5位がエリさん、ありがとうございます。4位がツルキチさん、ありがとうございます。そして3位がユケさん、ありがとうございます。2位がベリマンさん、ありがとうございます。1位がコウヤさん、ありがとうございます。皆さんありがとうございました。ほんまに目立つ、やばい。ママとか得意です、頑張って直そう。あれはブレイキングライン、ありがとうございました。皆さん本当にまたいつかしますね、配信。小学校は楽しいですかって。小学校は楽しいです。私はなんかちょっと遊具がたくさんあって、ずっと昼休み遊んでます。
ドッジボールとかもよくしてますまたいつかにね、いつか。ありがとう、睡眠ちょっと取ってね、取る。もうあの学校から帰ってきて寝るのやめる。ライナーライナーアイコンからしちゃにしてる。えー、嬉しい。あ、もえかちゃんだ。わかりますよ、急にバブちゃんありがとうございました。皆さん着替えてメイクをしていきます。ありがとうね皆さん。公演もまだあの劇場来る方と配信で見る方、アーカイブとかでもぜひね、たくさんずっと残ってるので見てくださいね。ありがとうございます。じゃあね、ニキビとともにバイバイ。結構ピンクとか。バイバイじゃあね、あ、緑と何？じゃあね。